ボソは、ボゾン家出身のフランク人貴族。カロリング町の親戚であり、プロバンス王。父は、ロタリンギアの白であるビビンド・ゴルズ。おばのテウトベルガは、ロタリンギア王ロタール2世の妻。ボソはまた、イタリアの白であり、彼の名の元となったボソの老いであり、サンモーリス修道院長であるフクベルトの老いでもある。869年に、フクベルトから、 修道院長を相続した。870年、西フランク王シャルル2世は、ボソの妹リシルドと結婚した。ボソは、この結婚後、王である義兄に侵入した。同じ年、ボソは、ジラール・ドルシオンに代わり、リオンを呼び、ビエンヌ博に任命された。872年、シャルル2世はボソを、王位継承者である、ルイ2世の出事を呼び護衛長に任命した。 さらにボソは、ブール・ジュ博にも任命された。ルイ2世は、アキテーヌの副王として君臨したが、若年であったため、王国の政治を行ったのはボソであった。875年の秋、ボソは、シャルル2世のイタリアへの最初の軍事行動に従軍した。876年2月、パビーアの議会で、イタリアの首位の大臣及び総督に任命され、公に格上げされた。 彼はおそらくまた、プロヴァンスの支配を託された。彼は、副王として振る舞い、ローマ皇帝ロドビコ2世の唯一の娘、エルマンガルドと結婚することで、ますます威信を高めた。877年、ボソは、シャルル2世のイタリアへの二度目の軍事行動に、賛同せず、同じ意見を持つ貴族たちと共謀して、シャルル2世を打倒しようとした。 10月に、シャルル2世が死亡した後、共謀した貴族たちは、シャルル2世の息子に強制して、彼らの権利と特権を承認させた。母ソはまた、教皇と、親密な関係を築き、教皇ヨハネス8世を878年9月トロワまで、送った。教皇はそこで、西フランク王ルイ2世に対し、イタリアでの支援を要請した。教皇は母ソを養子として迎えた。 そしておそらく、ルイ2世を皇帝として体感することを申し出た。ヨハネス8世はボソを体感することを希望していたと言われている。879年4月、ルイ2世は死に、二人の成人した息子、ルイとカルロマンを残した。ボソは他の西フランク貴族と共に、ルイを単独の王とすることを主張したが、結局ルイとカルロマンの二人が王に選ばれた。 しかし、ボソは、二人の王に忠誠を誓うことを拒否し、デイ・グレーシア・イディ・クアド・スムという形式を用いて、7月に独立を宣言した。ボソはまた、皇帝である義理の父が、彼を後継者として指名していたと主張した。879年10月15日、マンタイユ協会会議に集められたローヌ川及び、ソーヌ川流域の司教、貴族たちは、ボソを、 ルイ2世の後継者たる王に選出した。ボソは、以後一世紀以上にわたって、西ヨーロッパに出現するカロリング朝以外の王の最初の例となった。この出来事は、フランク族の間での王の家系を考慮しない自由選挙の最初の出現となった。これは、聖職者の選挙における、教会法上の原理によって示唆させられたものだった。ボソの王国は、普通は、 プロヴァンス王国と呼ばれ、アルル、エクスアンプロヴァンス、ビエンヌ、リヨン、おそらく、ブザンソンの各大司教官区、そして、タランテーズ、ユゼス、ビビエの各司教官区から構成された。ルイ三世とカルロマンの兄弟は880年3月にアミアンで、父の王国を分割した後、共同して、ボソに対して、軍を進め、マコミやボソの領地の北方の一部を奪った。 また、彼らは、東フランクオーカール3世とも協力して、ビエンヌを8月から11月まで包囲したが、失敗に終わった。882年8月、ボソは、ビエンヌにおいて、弟をハ白リシャールにより包囲され、9月に、ビエンヌはリシャールに占領された。この後、ボソは、治療の大部分を回復させることができず、ビエンヌ周辺のみに留まった。 ボソは887年に死去し、息子のルイが後を継いだ。ボソは二度結婚している。最初の妻については未生。一女がいる。876年、イタリアをロドビコ二世の娘エルマンガルドと二度目の結婚をした。一男二女がいる。ありがとうございます。